正確に。俺の出番だ。何かお手伝いできることありますか。仰せのままに。骨汚しだが。手のままに。僕、頑張るよ。
まだエグベルトが来た様子はないみたいだが。禁断の地を犯す者よ、速やかにここを出て行け。ここは何人たりとも犯してならぬ聖地である。あえて立ち入るならば、その命ないものと思える。こいつは古代のガーディアン、ダークロッドを守るの。それでエグベルトも手が出せなかったのかしら。さてな、この程度で諦めるようなやつじゃねえと思うが。とにかくエグベルトが来る前にロッドを取っちゃおう。行くぞ。仰せのままに。俺の出番だ。ここここはっ。僕頑張るよ。暗黒を脱しなさい。やはりガーディアン程度の力ではお前らを倒すことはできなかったようだな。だがお前らのおかげで結界が解けたようだ。一応礼を言っておこうか。今日はまことに愚か者の多い日よ。だがたとえ誰であろうとも、この聖なる神殿を犯すことは許されない。お前たちはここで死ぬのだ。お前らがいくら私の邪魔をしようとも無駄なことよ。ダークロッドか。待て、エグベルト。うるさいやつだ。ん？お前は。そうか、その羽のティアラは好奇の末裔か。好奇の末裔が邪魔をするんだか。なるほど、あの者の言った通りだな。まあよかろう。とりあえずダークロッドはいただいていくぞ。ダークロッドが奪われた。死への呪縛より解き放たれた。しかし、まさかあのエグベルトがジェシカ殿の弟子だったとは。私が転生を行う前、彼は私のもとで魔導を学んでいたのです。しかし次第に彼はより強力な魔力を欲するようになりました。そしてベルンハルトを帝王としてレイガルド帝国を築き上げたのです。陛下と私が力を合わせれば国を起こすことぐらいたわいもないことよ。さらにアルハザードの封印さえ解ければ陛下は無限の力を得る。そうなれば大陸の制覇すら実現できるのだ。
私は今あなたに魔導を教えたことを後悔しています。でもせめて私自身の手であなたのその野望を終わらせてみせます。残念ながらアルハザードの復活を急がねばならない。あなたと遊んでいる時間はありませんが、ダークロッドを手に入れた以上長いは無用。私はお前らの剣とダークロッドの入手の方法を陛下に伝えねばならない。さらばだ、好奇の末裔どもよ。また会うこともある。生きていればな。ジェシカ殿、そのうち決着をつけるとしよう。だが今はまだ早い。本来の力を発揮できぬ魔術つまらぬからでは、さらばだ。くそ、逃げられたか。これ以上こいつらと戦ってもまるで意味がないな。しかし、ガーディアンが守るべき目標を失って動き始めてしまいました。ガーディアンたちを野放しにしてこの場を去るわけにはいきません。放っておけば麓の村を襲うでしょう。彼らを倒すか我々が死ぬまでガーディアンは追ってきます。行くぞ。俺の出番だ。何かお手伝いできることありますか。仰せのままに。僕も手伝うよ。クロッドが奪われた以上、アルハザードの力の解放も時間の問題でしょう。闇の魔剣、アルハザードに対抗できる剣は光の聖剣、ラングリッサーだけです。
それでラングリッシャーはどこにあるのです？人目につかないようバルディア城に封印してあります。バルディア城のことなら光の神殿にあった古文書で読んだことがあります。場所も大体わかります。ではバルディアまでの案内はリアナさんにお願いします。私は帝国の侵攻に備え諸国を説得して帝国に対抗する勢力を作ることにします。帝国はきっとラングリッサーも探しているはずです。急いでバルディアへ向かうのです。グニル、アメルダがまた女神に憑依されたようだな。ハードモードの時空の裂け目か。行ってみようじゃないか。マッシュ、グニル、ここはどこ？今までの時空の裂け目とは違う強い気配を感じるよ。アメルダ、女神様が君の体を借りて俺らをここに導いてくれたんだ。ハードモードの時空の裂け目だ。ワクワクしてきたぞ。俺らの力を試そう。勝てる自信があれば前に進めばいい。手のままに。のままに。
行くぞ。俺の出番だ。仰せのままに。ここが俺が住んでいた村だ。何にも変わっちゃいねえ。懐かしいな。ローガはここで妹さんと一緒に暮らしていたんだね。ちょっとヘイン。あ、ごめんローガ。いや、いいんだ。それより今日はゆっくりしていってくれ。俺の家がまだ残っていて使えればの話だな。誰か助けて。私のことを忘れたっていうの？ずいぶんと自分勝手な連中ね。だから人間なんて大嫌いなんだ。お前たち好きなだけ暴れるがいい。これほど大きな群れは見たことがないわ。少しはやりがいのある人間がいるみたいで、ちょうどいいわ。楽しませてもらうわよ。彼女には魔族以外の何かを感じます。まさかそんな。ローガ、どうしたの？いや、なんでもねえ。行くよみんな、ぶっ潰しちゃえ。
の出番だ。僕、頑張るよ。仰せのままに。ここここ。よろしくお願いしますね。エルヴィン、頼みがある。いきなりどうしたんだ。あのモンスターを指揮している女は俺の妹かもしれない。なんだって。確かめたい。俺を彼女のそばへ行かせてくれ。わかった、やってみよう。レオンとレアードか。こんな時に。レオン様、奴らです。うん、村の様子がおかしいと思って来たのだが、こんなところで出会うことになるとはな。我ら帝国と同盟関係にある魔族の者とて、何の罪もない人々を巻き込むことは青龍騎士団の名にかけて断じて許すわけにはいかぬ。見事だエルヴィン、敵ながら大したものだな。とりあえず礼を言わせてもらおう。いや、礼には及ばぬ。青龍騎士団としてあの者の行いが許せなかっただけだ。行くぞ。任せろ。僕、頑張るよ。仰せのままに。何かお手伝いできることありますか。よろしくお願いしますね。仰せのままに。無駄な抵抗はせぬ。俺の出番だ。逃げんなよ。嘘だ、嘘。僕、頑張るよ。できることありますか。レオン、お前に聞きたいことがある。なんだ、言ってみろ。無益な争いを嫌うお前がなぜ軍に身を置く。戦いは悲しみしか生まないことぐらい分かっているだろう。私には耐えられんのだ。力のない女子供が戦いの犠牲になること。誰かがこの世から争いをなくさねばならぬ。だがこのまま待っていても戦争がなくなることはない。ならば血塗られた道を歩むことになろうとも、絶対的な力の統治による平和を目指そうと思ったのだ。確かにそれは真の平和と呼べるものではない。だがこの戦乱の世よりはずっとマシだ。エルヴィン、お前には悪いが、
俺はレオンについていくぜ。俺にはあいつの気持ちがよくわかるんだ。それに帝国軍にいればソニアに会えるだろうからな。いくらなんでもあのまま放っておくわけにもいかねえしよ。とにかくソニアを止めるのは俺以外にはできそうにないからな。たとえそれがソニアを切り捨てることになっても。そうか、止めはしないさ。お前の好きにするがいい。貴様がローガか。腕利きの傭兵だという話は聞いたことがある。よかろう、我々と共に来るがいい。ありがてえ、必ず役に立つぜ。じゃあな、エルヴィン。今度会う時は敵同士だな。残念だ。お前となら共に戦ってゆけると思った。さらばだ、エルヴィン。あの、今日はこの村で休ませてもらえませんか。ヴァルディアまではまだしばらくありますから。そうだな、今日はこの村で休ませてもらおう。ぜひそうしてください。もうすぐ日も暮れますし。